エッカテリンブルクの産業見本誌で展示された試作者 R1 はロシア連邦のウラルトランスマッシュとアトムが開発した超低小路面電車71から410という形式番号も有し2014年7月に発表され線路の上の iPhone とも称される斬新なデザインで注目を集めたが量産されることはなかった R1 の基礎となった71から409 ウラルトランスマッシュは、エカテリンブルクに本社を置く、機械メーカーで、自走砲やポンプに加え路面電車の製造も、行っている。そこで2012年に試作された71から409は、ロシア発の三車体連接式超停床電車であった。だが、ウラル車両工場のインダストリアルデザインに、携わっていたデザイナーのアレクセイ・マスロフは、 その前時代的なデザインに疑問を感じ、世界市場への売り込みのためより、海外にアピールする必要があるという観点から、性能はそのままに、車両デザインを大幅に変更することを提案した。それを受け設計代理店のアトムの協力を得て、開発されたのが、この R1 である。開発は4ヶ月かけて行われ、2014年7月9日に、エカテリンブルクで開催された。 産業見本市に合わせて完成した試作車と共に、プロジェクトの公開が行われた。逆三角形状の前方部分のデザインは、アレクセイの提案によるもので、運転手の視認性を高め、光の反射や運転室内の温度上昇を防ぐ、狙いがあった。ただ技術的な問題から2015年に発表された、量産車は、屋根上へ向けた傾斜を緩め、 従来の路面電車に近いデザインに変更された。また当初は下部にバンパーを設置するデザインを構想していたが、安全面での問題のため却下された。車内には GPS に加え、ロシアの衛星測位システムであるグラネスが搭載され、車内案内システムに使用される計画であった。Wi-Fi サービスや安全用の監視カメラも搭載されているほか、抗菌仕様の手すりや、 抗菌性ランプなど衛生面にも重点を置いていた。最高速度は時速7 5トルで、河川レース区間では蓄電池により最高速度時速5 0トルでの走行も可能であった。車体はモジュール式で単車から最大7車体連接車まで選択することができ、ループ線が存在する都市へ向けた型運転台使用も想定していた。なお、部品については、 内装やドアに、オーストリア、ドイツ、スイスの製品を使用する以外は、ロシア国内で生産されたものを使用する予定であった。2018年の FIFA ワールドカップに向け、エカテリンブルク市電へ50編成が導入されることとなっていた。また、モスクワやサンクトペテルブルク、ソチ、カリーニングラード、サマーラなど、ロシア各地の路面電車への導入も計画されていた。 他中南米諸国やアフリカへの輸出も視野に入れており、2015年時点で、モロッコのカサブランカ氏が7車体連接式の R1 を150編成購入することを検討していた。その車両デザインも高く評価され、同2015年には国際的なデザイン賞である、レッドドットデザイン賞を受賞した。その後、生産は、ロシアの国営コングロマリットである、 ロステックが担当することとなったが、デザイン重視の設計であったがゆえに量産化は難しく、特に台車の製造や台枠の保守は困難と判断された。その結果導入予定だったロシアの各都市から全てキャンセルされ、カサブランカからの受注も成功せず、2017年をもって量産計画は中止となった。ありがとうございます。